はい、皆さん、ま、いるまいど。まずね、寝たがないね。朝7時25分。まあ、お兄さんはね、寝ぼすけだからね、朝なんか起きてきやしねえかんね。朝早起きできんのはもう、親父の特権だよね。農家の人とかね、農家との人なんか2時半に起きてんでしょ、朝。で、真冬なんかさ、そのまんまさ、犬連れてさ、ぐるっとなんかさ、自分のこの管轄する、まあ、敷地とか家作とか一周してくんでしょ。 ねえ、そね、家族にね、犬が、犬の足が頭資になるからね、やめなさいって。犬の足が頭資になるもんかいってな、あれ不思議だよね。なんであれ犬の肉球みたいなのって頭資になんないんだろうね。まあ、やっぱり動物ってのは強いよね。猫だって頭資になるって聞いたことないよね。駐車場でね、猫が待ってやがるんだよ。うちの車がさ、あったけえからさ、乗ろうとでも考えてんじゃねえのアルミボンネットだからやめてくれってんだよ、クラウンはさ、ペコペコだからさ、ボンネットがさ。 動画の方がね、まあパーマー巻いてるだけだね。まあいつもより1ミリ太め、6ミリを7ミリにして薬今までほら、物得た。あと最近気になったのがドライカット用の昆布ってあるのね、使いやすいのか悪いのかちょっとよくわかんないけど、1本注文してみたの。ちょっとこれ頼んでみたね。こう今まで使ってるのこれの高さが、ちょっと高さがあって、歯がね、 ざっくりついてるテンションがかかんないかなと思ってこの方がねちょっと使って使ってみないと分かんないちょっと高いねまあ高いっつってもねいくらもしないけどねでもねやっぱり仕事に使うものってあんまり金かけたくないねまだ今回ちょっと思考の違うね公ムだからいいけどねいつもと同じコムなんか買ったってさ嬉しくもなんでもねえもう何回もこれも言ってんね <laughs> でもね自分もこうやってパーマさ何気にいつも仕事してっけどこれねパーマね 簡単で言えば簡単なんだけど、ちょっとした落とし穴で失敗するっていうの今日は中央シス使ってくけど、チューシスで多分5分置いたら失敗なんだよね。あ多分あと8ミリ使っても失敗 ?6 ミリでも失敗うん、まあ失敗って決めつけるちゃいけないけどね、失敗する確率が高くなる。だからね、一個ね、やり方を変えただけでね、失敗する確率がね、ぐっと上がるっていうかほぼ失敗に近づく。 今、つけ巻きだけど、水巻きにしたらこれまた失敗する確率がね、高くなるね。あと、ドライヘアに一液直接かけても失敗すんね。だからといって、うちの今やってる仕事がね100、100%成功してるかったら、そうでもないんだけどね。だけどね、うちのやり方を1個変えただけで、極端に失敗する確率が高くなる。と思う。だからね、人にね、パーマ説明するじゃない美容師さんにさ、ストネだからね、長くなっちゃうね、話が。すっごいぐらい長くなってね、書き出したら止まんなくなっちゃうもんね。もうだから最近はね、 彼れてもね、あまり難しくは言わないのがいいかなと思ってる。まあ、美容師さんもね、失敗すればなぜ失敗したか原因分かってるしね。まあ、うちにそうやって言ってくるときは失敗したことをさ、話してストレス発散してるだけかなと、軽く考えるようにして <laughs>。<laughs> その辺を考えてくると、今度アドバイスの仕方っての変わってくるよね。技術的などうのこうのじゃなくて、なんかもっと元気が出るような、ね、アドバイスだね。なんかないかね。はい、お疲れ様でした。